1月16日朝6時半です。おはようございます。降りましたー。ようやく降りました。恵みの雪です。あー、真っ白になった景色が、やっほー。これぞ湯沢。見てください。車たちの積もり具合を見てやってください。約10日ぶりぐらいのまとまった雪です。だいたい一晩で10センチから15センチぐらい積もったのではないでしょうか。今朝は出陣だ。恵みの雪ですよ、妻。イエイイエイ。みんな雪の中を通学しております。これが湯沢さん。バイバーイ。この二拠点生活の一つのスタイル。雪が降ったら、とりあえず午前中はスキーミーティングとなっておりますので、今日も午前中はスキーミーティングをしたいと思います。スキーミーティングの特徴は、リフトに乗車している時のみミーティングタイムとなっております。というわけで、本日は雪山に向かいたいと思います。出かけてゴー！見てください。真っ白になりました。待望の雪です。これが湯沢の本当の姿。真っ白なんです、この街は。さすが、神楽三俣スキー場。あれ、これワープじゃない？死んじゃないの、もしかして。おはよう。やっほーやっほーやっほーいい雪よーいいパウダーをうわぁ、神楽スキー場。平日、木曜日だというのにこんなにたくさんパウダージャンキーがいます。なんかね、もうまるで僕たちが前に住んでいたカナダのネルソンみたいですね。あの街は平日でも雪が降ると街の人たちみんながお仕事を休んでスキー場に行くというそんな村でしたけども、ここ湯沢もそんな感じがします。みんなスキー場に来てる感じ。すごい。時刻はまだ8時半前です。普段ならばまだ電車にすら乗ってないそんな時間にロープウェイ乗り場に並びます。これが湯沢スタイル。晴れてきた。スキー場着いたら晴れてきました。前回の月曜日のパウダーに続き、本日もパウダーです、妻。ザ・デイ。ザ・デイって簡単に使うんじゃない。いやいや、晴れてきたね。これはやばいんじゃないでしょうか。やっほー！晴れてきたー！ミラクル、ミラクルー！ベイビーボーイ、私は神楽にいるよ。平日の午前中に滑っているよ。だってパウダーなんだもの。だから心配ないでしょ。パウダーパウダーパウダー、やった、太陽出てきた、やっほだったけど大丈夫。すげえパウダー、すげえパウダーだけど、行けるかな。行きます、行きます。
パウディーパウディーパウディー、いやーやばいです。いろいろと初っ端からトラブルはまたまたありましたが、もうコース内はどこもなくなっちゃいました、パウダーが。大事なの忘れてんだろうな。イエイイエイ、妻ナイスパウダーだったね。いいぞ妻、いいぞ。いい景色だね妻。いい景色のところだと妻とも仲良くできそうな気がするよ。踊りましょう、神楽方面。いやー、よく滑りましたね、妻。時刻は10時です。じゃあ、これから帰って仕事に戻るか。あれは田代湖です。人工の湖です。よし、妻、行くぞ。やっちゃった。奥に見える三角形の山、皆さんご覧いただけますでしょうか。私あの山頂で妻にプロポーズしました。イエイ。後悔はしてません。多分きっと。ナイスビュー。それでは森の冒険に行っていきたいと思います。はい、ルーマです。お、ルーマ、おい、ルーマ合流、まさかの。リフトから二人が入ってくるにかけて、あ、そうだったじゃん。やった、じゃあもう一本滑ろう。いやー、ルーマ合流です、行きましょう。遭難者が出てます。ルーマ、白馬の大会出てたけど、あれなんていう大会？あれはね、フリーライドワールドトリフィアっていう、だからヨーロッパでやってる、まあ、エキストリーム のスキースノーの一応最後の大会の要請みたいな。日本人でもし1位になったら、無条件でワイルドカードとして参加できる。あ、そのワールド戦、世界戦に出れるってこと？今回どうだったの？今回は、まあ、僕は全然ダメでしたけど、周りはみんな、まあ、プロライダーばっかりだから。なるほどね、そこにまあ素人とはいえね、まあ、参戦して選手で、まあ、一応今年4年目ですよ。4年目、過去ね、ルーマーはいい成績も残してます。何位だっけ最高順位？最高はまあでも15番ぐらいです。いやすごいよ、15万。両手と両足足したぐらいには入れる。まあ彼はですね、もう10年20年ぐらい前から一緒に雪山を楽しんでいる仲間です。ルーマーよろしく。この板はルーマー？ルーマーシグネチャーモデル、ルーマープロっていう。なんとシグネチャーモデルが出てる素人スキーヤー、誰だお前。しかもルーマーの名付け親はマサシ。おいおいおい、ネーミングライツもらうぞ。そうネーミングライツ。
絶フリーライン。うわ、こんな間近で救助ヘリ見るの久しぶりだね。谷川岳以来だね。雪山の事故気をつけましょう。無事故無怪我、ノーぎっくり腰。さあ、じゃあ今日のスキーはここまで。バイバイ。さあ帰ろう。優雅な大人の平日の時間の使い方、大人の平日クラブへようこそ。今日は惜しいマイ。Dude, that father is 10 and permed!